神龍様、今日のあたしを見てどう思う？どうとは？もういろいろあるでしょ。かわいいとか美しいとか綺麗だとか。そういうことでしたか。いつも通りかわいいと思いますよ。嬉しいけど、それだけ？神龍様のためにお化粧に気合を入れてきたのに。気づいてくれないなんてひどい！そうだったんですね。気づかなくてごめんなさい。本当にそうよ。しくしく。こうやって悲しい顔を見せたら大抵の人はもっと優しくしてくれるのに。神龍様、もしかして嘘泣きを見破る訓練でも受けてる？訓練も何も、誰が見ても分かるほどのあからさまな嘘泣きでしたが。なんですと？じゃあ質問を変えるわ。私はこんなに可愛いのに、どうして神龍様はチヤホヤしてくれないの？人は外見も大切ですが、内面も大切ですからね。見た目で対応を変えることはしませんよ。それは違うわ。内面は大切、外見はすごく大切。これが真理よ。はあ。いい？もっともっと外見を磨いて、神龍様を必ず振り向かせてみせるわ。私はどう？たっぷり美容に時間をかけたのよ。すっごく綺麗になったでしょ。さすがの神龍様も胸が高鳴ったんじゃないかしら。チヤホヤする気になったんじゃない？確かにすごく可愛いです。その努力も認めます。でも私は以前、見た目で対応を変えないと言いました。なぜそこまで外見にこだわるんですか？これはあんまり言いたくない話なんだけど、お父様の側室だったお母様と私は昔城内で陰湿な嫌がらせを受けてたの。だけどお母様は悲しい顔をせずに、いつも綺麗に着飾って可愛く笑って見せてた。その結果、正妻にも気に入られて、側室たちの中で唯一王城に残ることができたわ。美しさこそ強いのよ。だから私は外見にこだわるの。お母様みたいに。なるほど、合点がいきました。でも一つ聞きます。
オルテンシアのお母様はどうしてそこまで頑張ったんでしょうか。あなたのためにだとは思いませんか。あなたのお母様は決して外見だけを磨いたのではないと思うんです。誰かを思いやる気持ち、それを内に秘めてこそ真の美しさとなるのだと思いますよ。私は。思いやる気持ちが美しい。神龍様、これあげる。オルテンシア、この鍋は？神龍様のために手料理を用意したの。スパイスが入っているから体が温まるわよ。あと、傷口に効く薬草も手に入れたの。もしもの時はこれを使ってね。ありがとうございます。すごく気遣ってくれますが、一体どうしたんですか。神龍様に言われて気づいたの。私は誰かを思いやる気持ちをもっと磨かないとダメだって。この前はしつこく迫ってごめんなさい。私のこと許してくれる？許すも何も初めから怒ってませんよ。ならよかったわ。私のお母様は外見と内面どっちも素敵な人だったと思う。だから私もお母様に負けないような素敵な女性にならないとね。神龍様、大事なこと気づかせてくれてありがとう。オルテンシアなら必ずなれますよ、素敵な女性に。でもいいのかしら。私が外見と内面を磨いたら、神龍様メロメロになっちゃうと思うわよ。メロメロですか。望むところです。言ったわね。その日が来るまで覚悟してなさい。楽しみにしていますよ、オルテンシア。最近のオルテンシアはとても生き生きしてますね。そう？きっと外見と内面を磨いたせいね。そうですね。おかげで以前にも増して周りに人が絶えないように思います。ん？あら？
もしかして私がみんなから好かれるようになって神竜様やきもち焼いてるの？そんなことは。嬉しいわ。やっと神竜様をメロメロにしちゃった。でもそんなに心配しなくていいのよ。どんなにみんなから好かれても大切な人はあなただけだもん。を焼いていました。あなたのことが気になっていて特別になりたいと思っていたから。オルテッシア、約束の指輪受け取ってくれませんか？これって神竜様とパートナーになれる指輪？私がもらっちゃってもいいの？はい。ありがとう。この指輪、一生大切にするわ。素敵な笑顔です。内面の美しさもにじみ出るような。私も外見と内面を磨かないと釣り合いが取れませんね。外見はもういいでしょ。初めて会った時からずっとあなたは綺麗だし、内面だってこの私が認めたお墨付きよ。そこのところ分かってるのかしら？なんだかオルテンシアといると自分がすごく素敵になった気がしてきます。そうよ。だってあなたはこの私が惚れ込んだ相手なんだから、これからも自信を持ってなさい。